福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは布のポーチが2点です。大きめのポーチです。そして底部分のまちもしっかりあります。ファスナーで開閉です。内側もご紹介します。暗くて分かりにくいですが、内側はここの生地と同じです。いろいろな色の生地でパッチワークで仕上げてあります。反対側もこのような感じです。底部分のまちもしっかりあります。ファスナーで開閉で内側です。内側はこの底の部分の生地と同じです。